皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。なんと自民党議員の石原伸晃議員が無症状にもかかわらずコロナ感染したら即入院できたということで上級国民批判というのが起きています。私は基本的に上級国民批判ってあんまりこう、なんていうかどうなのかなっていうのがありまして、なんていうかそのね、割と単純にあれは上級国民、こっちは庶民だみたいな簡単にこう二分して、上級国民を批判するのに割とこう単純、議論を単純化して使う手法だとは思われるんですけれども、今回のはやっぱりね、あまりにひどいと思うんですね。やっぱり石原伸晃議員がおかしい、明らかに上級国民だというのはこれはもう間違いのない事実かなと思います。というのもそもそも今もうこれだけ医療崩壊だなんだって言って、で入院できない人がいっぱいいるわけじゃないですか。その医療崩壊って言っても要は医療が本当に崩壊してるわけじゃなくて、要は政治家がきちっとその医療行政、医療システムをこの、第一波が終わってからこの冬までの間にきちっと整備をしなかった人材なわけですよ。要は政治の怠慢のせいで、医療崩壊が起きていて、本来ならいっぱい病床はあるのに、コロナの患者で入院できるところが少ないがために、困っている人がいて、さらにはそのせいで、まあ、自宅などで体調を悪化して死亡した人がなんと全国で、年明けになんと197人もいるというぐらい、もう入院ができないとか、ね、自宅で待機してて死んじゃうっていう人もいる中で、無症状で、ね、その、石原伸晃議員だからって言って即入院できて、これは明らかにおかしいんで、むしろ、その政治家だったら、しかも与党の議員だったら、自ら辞退すべきだと思うんですよね。その、いや、国民だって今こんな大変な状況で医療崩壊だって言って待ってる人がいるんだから、いや、自分はいいから、他の人を優先してくれぐらいのことをやっぱり言うべきですし、で、そもそもこうなってしまったのは、まあ言ってみれば、自民党のそのね、政権がこれまで春の緊急事態宣言から冬の間までこの医療体制をきちっと整備しなかったことだから自業自得なわけですよ。だからこのね、自民党議員で与党の議員だからって言って、無症状で即入院するのもこれ絶対ありえない。むしろ、ね、自宅待機になってもらって、むしろそのなんていうか、今の国民の状況を味わってもらわない限り、何が問題なのかってわからないと思うんですよね。結局政治家だからこういうことになってる、ね、何があっても別に無症状で入院できるとなったら、そりゃね、そのコロナ対策なんてできないし、医療崩壊とかって言っててもピンとこないし、ね、国民に寄り添った政治なんてできないと思うので、やっぱりね、同じ立ち位置になって、いや、もうあなた入院できませんと、あなたたちがちゃんと医療体制整備しないから、もう今は入院できないんです、1週間自宅で待っててくださいって言って、それで体調悪くなってどれだけ苦しい思いをしたのかみたいなことを味わった方がいいんじゃないかというふうに、ね、思います。まあ、これは本当にね、ひどい。これは明らかに上級国民批判は正しいんじゃないかというふうに思います。